はい、BMW iX、この EV テストでは2回目の登場になります。まあ、前回はですね、2月にテストをして、まあ、前日に結構雪が降ってですね、ワインディングロードが走れなかったということもありますし、まあ、冬場はやはり気温が低いとですね、ヒーターの負荷によってかなり EV ってこう、燃費が下がる傾向なんですね。ですので、まあ、なるべく主要なモデルは冬にやったとしたら夏もやってみようと、その意味もあって今回2回目の登場になりました。で、iX はまあ BMW の EV のフラッグシップモデルです。ですので、相当気合が入ってるというか、EV 電気自動車だからこそできる静粛性であったり滑らかさ、あとまあトルキーな運転フィーリングとかですね。まあそういったところを、まあ結構究極まで磨き上げてるかなといったフィーリングがありますね。それとですね、まあ i3 をもうだいぶ前に2013年ですかね、発売して、まあそれに続いてもう第2世代の、電気自動車専用のプラットフォームですし、まあフラッグシップということもあって、かなり気合が入った開発がされています。ですので今日も乗って、ここまで乗ってきて、すでに、やっぱりこの車はすごいなと思いますし、こう、一つ EV のこう、ベンチマークのハードルを上げたかなというような存在です。まあ今日はですね、これからワインディングロード走ってみて、その印象をまた、改めてお伝えしたいと思います。はい、BMW iX は2回目のテストになりますね。まあ、前回はワインディングロードが乗れなかったというのが、まあ一番大きな理由で、そこを走ってきました。で、まあ BMW といえば非常にこうスポーティーなイメージがあるんですけれども、この iX の場合はどちらかというとスポーティーというよりもラグジュアリー、快適な方向のイメージが強いですね。モデルによってやはりまあ3シリーズとか2シリーズみたいなモデルはキュンキュン走りが楽しいですけれども、それよりももちろん走りの実力、ハンドリングも全然よくできてますけれども、イメージとかどっちを大切にしているかというと快適方向なのかなという感じがしました。ただiX にもですね、これは50といって、まあ真ん中のタイプかな、下に40、バッテリー小さい40があって、この50があって、さらに M60 という、まあこれはスポーティーなグレードがあるんで、そちらになると、もしかしたら、BMW のスポーティーなイメージが、かなり表現されたモデルになってるんじゃないかなというふうに予想してます。まあまだちょっと乗れてないので残念なんですけれども、まあそちらも乗れるようになったらまたテストしてみたいなと思っています。まあその他いろんな道路で乗っても、ここまで静かだったり滑らかな車ってやっぱりなかなか EV の中でもなかなかハイレベルというか、多分トッ
ップに君臨してるかなという感じですし、逆に言うとですね、高級で快適な車をこれから作ろうとすると、エンジン車じゃちょっとここまでは出せないなというふうに思うんで、どうやって EV が普及していくかっていうシナリオいろいろありますけれども、まあ高級車路線は間違いなく EV の方向に行くだろうなというふうに感じますね。